遠い地平線が、コタチューブがお送りする旅行臨時便、ダメだ。ジェットということで、皆さん、ちょっとふざけてしまいました。申し訳ございません。ちょっともう動画どんどん流れているんですが、今回は北海道旅行に行った時の様子をお送りしたいんですが、ちょっと動画が当時のね、機材がまだスマホとか 4K とかという言葉がない時代ですんで、静止画像に私のナレーションを入れるということでさせていただきます。あ、どんどんいい列車が流れていってしまってますね。今これ映ってるのはハマラス、これも私に乗りましたよ。もう今走ってないらしいですね。ね、一番最後の、夜行列車だったのかな。で、これもう早くも北海道に入ったところです。で、さっきちょっと話を巻き戻すと、58系がね、キハ58があったと思います。それも乗りました。めっちゃレアですよね。で、これ銀山っていうところなんですが、私ここで羊蹄山が見たいなと思って何気に降りたんですけど、すごいね、見ての通り自然が豊かなんですが、なんか頭の周りでカチカチ音がするんですよね。川べり歩いてて、で、なんだろうなと思って見たらね、超巨大スズメバチの巣がもう数メーター先にあって、あれはよくやられなかったなと思ったんですよね。秋で一番凶暴な時期だったらしいんでね。それで、思った以上にどんどん画像が進んでいくんで話を進めますと、これどんどんこれ青春18切符で行ったんだと思うんですよね。10年以上前なんでちょっとはっきり覚えていないんですが、どうやら18切符を使ったようです。で、こうやってね、最初の画像から見てもらえば分かる通り、東京からどんどん乗り継いで、現地っていうのは結局これ稚内まで行ったんですけど、向かっている様子です。で、これも早くも次の日なのかな、3日目ですね。これ3日目の旭川駅の様子ですね。で、バスに乗って、これは大雪山に向かっているところです。ロープウェイに乗って、そして今着いたところで、まあ看板出ている通り普通にヒグマがいるようなところなんですね。で、標高は、2000メーターしかないんだけど、まあ本州でいうと3000メーター級の環境が広がってて、すごい荒涼としたね、こういう、硫黄の湯気が出ていたりして、まあなんとも、まあ、北海道らしいというか、そういうような風景です。で、やはりね、これ行ったの9月なんですが、もう普通に肌寒かったんじゃないかなと思うんですよね。暑いって感じはなかったですよね。やはりとりわけこれ山の上なのでね、ちょっと最初のジェットストリームでだいぶ時間取ってしまって、しゃべりたいのになかなか急がないと。あ、で、これがね、あ、これはあれですね、帰りのバスの中から見た夕日が綺麗だったってやつで、旭川の街中にはラーメン、なんでしょう、ラーメン、なんだろうな、ラーメンのお店が集まってる場所があったりしてね、青葉の本店の店で食べたのを食べました。すごく美味しかったです。で、ここはオスパーっていうね、まあ、健康ランドなんだけど、1泊2000円ぐらいなんですけど、その分ね、集団で雑魚寝みたいなだったのを覚えています。よくあんなとこ泊まったなって今から思えば思うんだけどね、まあ勢いで行ったっていう感じですかね。まあ安くてよかったです。そして、これはいよいよ旭川から稚内に向かっているところだと思うんですが、今映っているのが、オトイネップの駅ですかね、これは。なんかなんともね、周りがもともとはなんか集積地ですごい、レールがいっぱいあったらしいんだけど、このような状態になってます。そしてこれがね、もう、川岸も何にもいじってない、もうありのままの大河が、これ、天塩川なんですが、流れていて、ずっとね、地図とかで見ていいなと思ってたところが現物で見られたので、すごく興奮したのを覚えています。
そしてこちらがこれサロベツ原野をね、自転車を借りて走ったんですが、確か10キロぐらいもひたすらまっすぐな道なんですよね。で、本当だとエゾカンゾウっていうのがもう一面に咲いてるっていうのが見られたはずなんですが、ちょっと季節がずれていたのでお客さんがいなくて貸し切りだった分、エゾカンゾウの大群生は見られませんでした。そして、これはね、稚内を出て、戻る、南に戻る途中に見た夕日なんですけど、人生で見た中でね、一番今のところ多分 1、2番ぐらい綺麗で、列車のねこれ後ろから見たんですが、もう凄まじい夕日だったですね。で、あと面白かったのが、まあこうやって見てもらえば分かる通り、あのお客さんは常にゼロなんですけども、 2,3 時間ね、あの列車乗ってる時にね、あの運転手さんずっとおしゃべりするんだけど、なんかタクシー乗ってもこんなプライベートな話しないだろうっていうぐらい、なんかすごい濃厚な濃密な、なんかいろんなね、女性がどうとかねこんな話しながら運転していいんだろうかみたいなね、すごいもうめちゃくちゃフレンドリーな、なんかおじさんみたいな感じで、とてもなんか貴重な経験ができたなっていうようなこともありました。そして、ちょっと画像の再生速度の設定が思ったよりどんどん進んじゃうんで話ができないんですが、あ、これはもう早くも、これはあそこですね、なんだ、根室本線のあそこなんですよね、名前が今出てこない、落合、違うな、どこだっけな、追い分け、落合かな。あ、でこの振り子列車、当時130キロでね、かつこの一番、先頭車両で、かぶりつきで見ることができたって、もうジェットコースターみたいなね、この間乗った上海リニアよりもある意味迫力あったかもしれないですね。でも今これも、乗ることはできないし、スピードも落ちちゃったってことなんでね、ある意味貴重かなと思います。ぜひ YouTube に動画があると思うので、そちらで私がね、私が持ってる動画がね、ムービーメーカーで認識してくれないんですよね、残念です。そして、これはもう帰りの、これは室蘭とかそこら辺のね、太平洋岸を走っている時の様子で、もうご存知かもしれませんが、線路がすぐ海の際にあってね、ものすごい、ダイナミックというか、なんとも素晴らしかったですね。ここら辺はおすすめです。そして、ここら辺はっていうか、まあ、この辺もおすすめです。北海道はね、旅してて思いましたけど、やっぱり定番、旅の定番だけあって、特にね、都会から行く人なんかはもう見るもの見るものね、すごく驚き感動が多いんじゃないかなと改めて思いますね。そして、こちらは帰り乗った、ちょっと面白い行き方で行こうかなと思って、行きが浜松だったんで、浜那須だったんでね、帰りはちょっとフェリーで行こうかなと思ったけど、このフェリーがなんかね、商売系がないというか、なんというかな、船内がメタルギアソリッドのね、こう雰囲気は伝わりますかね、スネークが出てきそうな、なんかそういう業務用って感じで、すごいマニア的にはくすぐられましたね、乗り物好きなんでね。そして、こちらがおそらく青森駅じゃないかと思うんですが、この駅のそばにこういうね、ちょっとベイブリッジって呼ばれてたかな、こういうようなものもあったりして、これ八甲田丸ですね、これちょうど多分港だと思います。そして、こちらはこれ山形線なのかな、で何気なく撮った写真なんだけど、今見てもらって分かったかもしれないですけど、横にしれっとね、ブルートレインなんかが写ってたりして、今となっては貴重な記録になっているのかなと思います。そして、こちらは帰りのね、東北のどっか秋田かどっかで撮ったんだけども、空があまりにも綺麗だったんでね、やっぱり北海道もすごいけど、やっぱ東北内の北東北の雄大さっていうのもなかなかすごいものがあるなと思うんですよね。で、これもういよいよ山形、山形新幹線出ているので、山形県内に入っているところですかね。ちょっと今回動画を一発撮りで撮ってみて思ったのは、ちょっと思ったより時間が足りなかったですね、圧倒的に。で、18切符なので、このような感じで、ひたすら各駅停車を乗り継いで、高崎とか通って帰ってきたという感じになります。ありがとうございました。